私たちは今少子高齢化による人口の減少やそれに伴うマーケットの縮小あるいは IT やデジタルの急激な発展に伴う 大きな変化のの時代の中にいます初めて直面するこのような変化を前に不安を感じてしまうこともありますでもここに一つの事実があります私たち人類は20万年ホモ・サピエンスになってからずっと変わらぬこの体で今日まで生き続けています 変わらぬこの体と心でみんなで知恵と力を寄せ合って氷河期やあるいはペストやあるいは戦争というさまざまな困難を乗り越えてきましたつまり今生きている私たちは誰もがその内側に変化の時代を生き延びる知恵と力を十分に持っているのですもうこれでこれからどんな変化の時代が訪れても安心ですよね おめでとうございます <laughs> 拍手も小さいですしあ,のあまり実感がないのかなと思いますそこで今日はそんな私たちの中にある生きる知恵と力を引き出すアイディアをご紹介させていただきたいと思います私はこれまでチーム作りのワークショップをしてきましたななぜなら家庭でも 会社でも人間はどうやらチームを作って生きるようにできているからですその中で分かったことがありますワークショップの会場でこの中で誰かが困っているときに手助けしてもいいと思う人と聞くと9割以上の方が手を挙げてくれますでも一方でこの中で自分が困っているときに 助けてくださいと言える人と聞くとパラパラっと手が上がるだけなんですね。だいたい一割か多くても二三割ぐらいです。昔はもっとみんな助け合っていたよっていう話をよく聞きますが、実は今問題なのは人の役に立ちたいという思いを持つ人が少ないことではなくって助けてくださいと言える人が少ないということなんです。つまり。 私たちの人の役に立ちたい思いというのは今圧倒的な受け手不足なんです助けてくださいというのはつまり自分の弱みを表に出すということですよねそこで私が提案しているのが弱みを軸としたチーム作りです具体的には3つのステップになります チームづくりなのでまず何人かが集まりますそこでまず最初に自分の弱みを発表します例えばこんな感じですね紙とかに書くと分かりやすいと思いますこんにちは湯川加奈です私はお金の計算がちょっと苦手ですこれは本当の話ですちょっと苦手です これが第一のステップです次に第二のステップですそれを聞いた人があるセリフを言いますちょっと難しいかもしれないのでよく聞いてくださいねいいですかかわいいです <laughs> じゃあ練習しますよいいですね私が自分の弱みを言います皆さんはかわいいジェスチャー好きですよかわいいと言ってくださいね Okay? こんにちはあの私実はちょっとお金の計算が苦手なんですせーの <laughs> <laughs> ありがとうございますこのようにそれがたとえどんな弱みであっても可愛いいと言ってください最後に第3のステップですそんなチームメンバーの弱みに対して 何か自分ができることがないかなと考えてくださいこの時に大切なことがあります決してその人を変えようとしないことです間違っても弱みを克服させようなんて思っちゃダメなんですよだって弱みはかわいいものだったでしょ例えばお金の計算が苦手だというチームメンバーに対してあ。 お金の計算なら私がしてあげるよという人がいるかもしれませんしああじゃあ私がお金を預かってあげるという人がいるかもしれません思えばこうやってこの世に税理士さんや公認会計士さんあるいは銀行っていう仕事が生まれてるんですよね多分私と同じようにお金の計算が苦手な方がたくさんいらっしゃったんだと思うんですひょっとしたら私と同じように そのことに引け目を感じていた方もいらっしゃるのかなと思いますでも今日からは胸を張っていましょうだって私たちの弱みのおかげでこの世にこんなにたくさんの仕事が生まれているんですからね先ほどからこういうふうに弱みとか強みと言っていますが大事な前提があります弱みとか強みというのは関係性の中で決まるということです 例えばお金の計算が強くても整理士さんほどじゃないかもしれない英語が得意でも旅先が英語圏じゃなかったらどれほど役に立つかわからないですよねあるいはすごく優秀なビジネスマンが泣きやまない赤ちゃんをあやすことができるかどうかっていうのはちょっと皆さん想像しやすいかと思います逆に自分では思いもしなかったところが強みになるというのも よくある話です冒頭でお話ししたように私たちは今大きな変化の時代にいます明日あなたの中のどのような部分が強みとなるかなんて誰にも分かりませんひょっとしたらそれは今日は自分の弱みだと思っているところかもしれませんですのでどのような関係性の中でも 丸ごとの自分を生き生きと発揮させることができるようなチームを作ることがとっても大切になるんです私がこういうことを考えるきっかけになったのがスペインでの出産でした私は言葉が一言もわからないスペインに移住してあいにく大してペラペラになることもないまま現地で出産をしました大きなベビーカーを押して エスカレーターのない地下鉄の階段の前でこうやって一人佇たずむ言葉が不自由でついでにぎっくり腰の私それまではあみんなに迷惑かけちゃいけないやっぱり一人で頑張らなくっちゃってずっとやってきたんですけどさすがにもうそんな余裕はありませんなので思い切って声を上げましたすみません 困っていますひょっとしたら迷惑がられるんじゃないかなと思ったんですけど実際には通りすがる誰もが笑顔で手助けしてくれましたああそうかとつくづく思いました助けてくださいという手助けしてもらったことにありがとうと感謝を伝えるその時に生まれるのは両方とも笑顔だけなんです。もしもしあの時 私が一人で難しい顔をして頑張っていても通路の一部を塞がれた通行人もあるいはベビーカーの中で待たされ続ける赤ちゃんもでもちろんぎっくり腰の私だって誰一人幸せにはならないんですよねではここで弱みを軸にしたチームと強みを軸にしたチームの違いをちょっと考えてみたいと思いますもし仮に 現時点でのチームメンバーの強みを軸としたチームを作るとしますするとどうなるでしょうかああ、これはあの人の仕事だからもう任しとけばいいよね。うーん、これはあの人が強みのだからあの人の仕事のはずなのになんでやらないんだろう。あ私はこれが仕事だからもうこれ私終わった。あすみません、あの私次何したらいいんですかこういうふういふに お互いををめ合ったりり誰かのの指示を待つ依存型のメンバーがが増える傾向がありますでもね当然なんですよだってその時にみんなに割り振られているのは全体の中でのこうあるべき自分やこう期待されている自分なんですよね。誰かが勝手に決めた現実の自分ではない自分でプレーをしなきゃいけない。 そんな状況で自主的に考えて判断して行動するなんて無理な話だと思いませんかでも依存型のメンバーが多いというのはチームとしては脆弱なものになります一方で弱みを軸にしたチームの場合はどういうことが起こるでしょう実際に私は今弱みを軸とした強固なチームを作っています。 メンバーは六人、みんないわゆる主婦の方たちです。あの私は本当にお金の計算が苦手なんですけども、そんな私が一人で教育事業をもう一生懸命宿泊やってるのを見た元受講生の皆さんがあもうこれちょっと見ちゃいられないと言って集まってきてくれました。ね、私が示す大きなビジョンを前に最初は、はあ やっぱりあの私なんてそんなことはできませんって言ったりごめんなさいすごい一生懸命やってみたんですけどやっぱりできなくって本当にごめんなさいと謝ってばっかりだったりしましたでも今はあとりあえずこれ私やってみますやってみてだめだったらみんなよろしくねという感じで自主的に動くという文化ができました今では私が一番苦手だったお金の計算から講座の企画そして全体の事業の運営まで みんなでチームでワイワイとやっています。その効果が本当に意外なところに現れました。このチームに関わってどう変わったという話をしていた時のことです。みんながこういうふうに口々に言いました。あの最近子供から。お母さんあんまり怒らなくなったよねと言われました。 あるいはいやなんか、ね、家にいてイラッとすることが減ったしあの夫との会話も増えたんですえよくよく聞いてみると家庭でも何か問題が起こった時に相手を責めたりあるいは自分を責めたりする前にあじゃあこの状況で今私にできることは何かしらで自主的に考える癖がついたことでご家族との関係もガラッと良好になったということでした。 なぜこのような変化が起こったのでしょうか最初は自分に自信がなくって謝ってばっかりだったメンバーに対して私が言い続けたことがあります大丈夫謝らなくていいだめだった時にはみんなを信じてみんなに委ねて一人で頑張るっていうのはみんなを信じてないってことだからね その結果何かがあっても誰かが必ずフォローに入ってくれるという温かな信頼感があるチームができましたそういうチームだから失敗をしても大丈夫という感覚があります失敗をしても大丈夫と思うからチャレンジができるチャレンジができるから自分の可能性がどんどん広がりますチームの力って 所属するメンバーの力の相それ以上にはならならいいと思っていますメンバーのそれぞれの力それぞれの可能性が存分に広がりそれぞれの生きる知恵と力が思いっきり発揮させれるそういう主体的に動くチームだからこそどのような時代の変化にあっても対応できる朗らかで強固なチームとなるんです。 でそんなチームのリーダーの私は何をしているかというとですね私はこのチームの中で一番できない人です。あのあのそこら辺にみんなできたい,よねっていう大きなビジョンを示せるんですけど本当にとにかくできないんですよ。なのでみんなが面白がってあ,あ これちょっとあのやってみます私も苦手だけどかなさんよりはできる気がするしあの <laughs> 本当にそうなんですそれでそれにね私このチームでやってみたいんですそうやって笑顔でどんどん引き受けてくれますその結果みんなが自主的に動くほがらかで強固なチームが勝手にできましたもしもチームのリーダーが 強くて力もあってお金もあって何でもできるとしたらもうチームってそもそもいらないですよね。みんなに支えてもらわなきゃいけないリーダーだからチームができる私はそう考えています。でこういう話をしていると絶対に聞かれるんですよ。の人の役に立ってばかりで損じゃないですかとか嫌になりませんか この質問にぴったりの答えがチャップリンの言葉にありました映画「独裁者のラストシーン」です私たちは皆誰か他の人を助けたいと思っている人間とはそういうものである人間とは人の役に立ちたい生き物なんです最後に一つ 思いいい出してたただきたい光景があります小さな子供ってお手伝いするのが大好きじゃないですか何か食器を運んだり物を取ってきたりあるいは肩をたたいてくれたり大人が「ああなんとかちゃんのおかげで本当に助かったありがとう」とお礼を言うと満面の笑みを返します。あの充実感 あの喜び思いい出してください誰かの役に立つというのはそのこと自体がとっても大きな喜びなんです子どもの場合親が何かを頼むというのがその子どもの誰かの役に立ちたいという思いを実現させました。そのの結果がこの笑顔です 最初にも言ったように今実際に人人のの役に立ちたいいいいいっってうはぱますそんな本質的にとっても優しくって温かな心を持つ私たちの誰か人の役に立ちたいと思う人間性をめいっぱい発揮できるようにどうかまずはあなたが自分の弱みを 出してくださいちょうどあの時あなたの親御さんがあなたにそういう機会を与えてくれたように周りを生かして自分も生かされる朗らかで強固な人間の集団その軸となるのは忘れないでくださいね私たちそれぞれのとってもかわいい ユマミですありがとうございました <laughs>